さんは阿蘇市出身ということですが、はい、まあ、今のお仕事を、起こすまでの、まあ、人生の道のりというか、まあ、学生時代から の経歴を教えていただいていいですか。そうですね、高校卒業して、その後専門学校リハビリ、理学療法士なんですけど、はい、の専門学校に3年行って、でその後卒業して、まず熊本にある熊田リハビリテーション病院に就職して、で、3年後に地元の大阿蘇病院に帰ってきて、で大阿蘇病院で5年理学療法士をした後に、自分で起業して今やってるデイサービスと、あと今度9月から始まる子ども発達サポートセンタービーブルっていうんですけど、まあ、そこを今やってるという状況ですかね。実際も就職してちょっとしたぐらいから、まあ、自分で28で独立するって決めてて、仕事し始めたのが21か2なんですけど、でっていうのも理学療法士自体はものすごく好きなんですけど、病院で働くとできることが限られるというか、まあ、病院の中でもちろん骨折後のリハビリとかいろいろするんですけど、なかなか地域に参加することがなくて、でなんか地域でいろんな活動をしたいなっていう思いがもともとあって、で阿蘇に帰ってきてそれをやりたいなと思って、まず、まあ、病院に大阿蘇病院に帰ってきて、その後、まあ、実際28歳の時ですかねまあ本当に起業してで自分のそのやりたい、まあ、地域でできる、まあ、理学療法士として貢献できる部分の仕事をやっていきたいなという思いでデイサービスを開業しました。リハビリを中心にやってる事業所っていうのがあんまり多くなくて、本当おかげさまでなんかこういっぱい来ていただいてですね、もう、まあ、少しでも力になれればというところで今やってますかね。そうですね、やはり家に一人でいることが多い方とかが多いので、まあ、ここに来て運動とかリハビリとか体操とかすることもそうだし、人と話をする、家だと一人で話し相手がもうテレビしかないような状況なんだけど、やっぱここに来て誰かと話をするだけでもやっぱそれで楽しかったっていう思いもあるし、まあ、その中で運動とかして自分の、まあ、歩く能力とかその辺が良くなってきて、少しでも外出できたりした時にやっぱ運動してよかったなっていう話を聞くと、まあ、なんかやった意味があるかなっていうふうには思いますかね。商工会に入られたのはいつですか。その起業した時ですね、最初にそれこそ商工会の方に創業計画とかですね、あの辺を作り方とかを教えてもらいに行って、その時に商工会に入りましたかね。なんでまだ4年目ですかね。今年から守るんだ隊長というちょっと言うのも恥ずかしいんですけどまあそれこそ保育園とかにですね、いろんななんか行事事があった時に守るんだとして、まあ、僕らはなんかそういうのに参加するっていうんじゃなくて、守るんだの場合は出動になるんですけど、まあ、言葉だけですけどっていうので参加かというか、まあ、一応役をやらせてもらってます。はい、ぜひぜひ保育園、まあ、小学校ぐらいまでですかねまああとなんか地域のイベントとかも呼んでいただけるならなんかできることがあるのかなと、衣装の貸し出しとかもやってるのでまあ使う場合は言ってもらえると、私まで言ってもらえると貸し出しもできますんで、ぜひお願いしますね、まだそんななんかアドバイスとかを言える立場ではないんですけど、なんかやりたいこと、まあ、そのやりたいことを見つけるのも大変なんですけど、何かしらこれやってみようかなとか、ちょっとでも興味があることはひとまずやった方がいいのかなっていうのは思いますかね。やってみてダメならやめればいいし、でなんか いけそうだなって思えばやっていきながらこう改善していけばいいし、なんかその辺はもうひとまずやる、僕も今そこの思いでいつもやってて、なんか思いついたりとかこれいいなって思った時にはひとまずやってみて、いけそうなら行く、ダメなら新しいの考えるみたいな。なんで
実際はその場合こう就職が少なかったりとかいろんな働き口の問題とかあるかもしれないけど、その中でできることもあるし、逆に、まあ、僕みたいに、まあ、新たな事業を作ってそれで取り組んでみるっていうのも一つの手かなと思うので、まあ場所にもよるかもしれないけど、なんか自分次第かなっていう気はするので、そこはなんかどんどんやっぱ若い人はやるべきと思いますけどね。自分を表現する場所です。どうしてその言葉になりましたか？そうですね、もともと自分がいろいろやりたいことを表現したくて起業したので、まあ、そういった意味で自分を表現する場所かなと。で、まあ、デイサービスもそうだし、今度の子どもの事業もそうだし、なんかこう地域貢献するために、僕もともと理学療法士なので、まあ、そういう知識とか経験を生かして表現できる場所を自分で作っていきながら地域貢献したいなと思ってるので、まあ、ちょっとまとまってなかったですけどこの言葉にしました。まあ阿蘇の場合は、まあ、こういう介護福祉だけじゃなくて観光とか農業とかもっといろんな活動する場があるので、まあ、そういうのも踏まえてなんかできることを活動の幅を広げていけたらと思ってます。